出版業界を舞台にした騙し合いバトルが幕を開ける。大手出版社の雑誌トリニティが廃刊の危機を迎えていた。トリニティが潰れたらさ、他の雑誌は震え上がるだろうな。生き残りをかけて動き出す編集長早見。明日親戚一同に50冊買わせます。新人編集高野。原因ってご存知ですか？才能を集めればまだまだ雑誌だって戦えるんだから。もう少し時間ください。今いろいろと仕込んでる最中ですから。新しい才能を諦めなきゃいけないんでしょうか？僕はこんな格好をするために小説を書いたんじゃないんです。重機詳しいんですか？こんなやり方許せません。新しければいいってもんじゃないよ。トリニティ潰す気ですか？本丸にいきなり打ち込んできたんだぞ。戦争だな。伝説が欲しいのよね。浦和さん、切るべきを切ればまだ十分いきます。結局この人の仕掛けにはまった。まだ逃がしませんよ。ああいうやからに好き勝手はさせない。タヌキ黙らせろよ。嘘を見破り裏を暴け。果たして最後に笑うのは誰か？こんなもん絶対無理だ。であればこっちから攻めるべきです。逆転連発エンターテインメントに日本中が騙される。お前こんなこと考えてたのか。騙し絵の牙。人を騙してそんなに面白いですか？めちゃくちゃ面白いです。